右方向です。お疲れ様でした。到着ここです。はい。おお、色がね。まあそこほら、こう、クシロイ。ああ、本当や。ああ、夜ライトアップ。
も。いや嬉しいな元気でおるわステッカーステッカーまたくださいありますよ大きいのとちっちゃいのくださいマイク後ろにそうですないやこれ狭いあの本州全部狭いですよ狭いですね北海道のあれカニ食べに行ったんですカニしゃぶマイズマイズじゃねえあ、マイジュじゃなかった、鶴が鶴が、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 鶴そうなんですね、そんな感じですね、いつもここ足出ないんですか？これ1900あんなんですよ、これ、うん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 、ちょうどって感じですね1900あるもんで、うんうんうん、だから1800だと俺ちょっとダメなんですね、足ビヨンと出てしまうんですよ、うんうんうん、ね、うん、素敵そう、1900 しかも平日ながらでもこれ地元の人に教えてもらう見せちゃう鳥の殻、鳥の残儀、はいはい、あ、この辺発祥なんですか、そう、鳥丸はいはい、あ、満席ここもなんか、よく来られやんすか、いや、初めて、あ、そうなんですか、来たかったんですけど、いつも来るへぇ出会いに感謝、本当にありがとうございます本当にそうですはい、ありがとうございますうん、うまい。塩はいいね。多分美味しいね。無理だよ。でもそこで長野の社長をつけて1回目のあの指摘カメラです、ね、後ろの方に行ってから連絡しようねそうなんですか、うん、でもタイミングが合えば、うん、お会いできたら嬉しいねって先週だったらうちらそう出かけてたからエスコンに行ったから無理だったエスコン上がってましたねなんでおひょうっていうのが多分食べたくないおひょうちゃんなんですか白身魚なんですけど、カレーとかああいう感じ、うん、食べ応えちょっとおひょう食べてみますねおひょう食べてみますおひょうさんゾクシタンパクで美味しいね、うん、うまいシマエビもいっぱいエビの食べ方を普通に辛くて食べたボイルボイルはいはい今時期しか食べれないんだけど初めて職人だからきついちゃうずっとできるのまあでも本当理想の性格はできてあいや最高じゃないですか、うん、ねえいいねえ九州行きたい九州四国、うん、あと夕日が綺麗あ、そうやね俺この間夕日のハイボールみたいな飲んだもん、うん、そうそう夕日ハイボール ありがとうございます。
さ、行け。行こうか。こっち。あら、かわいい。見て。ちょっと、ねえ、このバス何これ。あら、写真撮ってきてよかった。ほらほらほら、見て見て。ほら。かわいい。おや、かわいい。これだよ。もう一つ。ちょっと、これ。目的に到着しました。予約のみなんだ、座席、座敷は。頑張って右曲がろうでしょうか。キリタップや。美味しかったね。うまかったわ。そば寿司最高だわ。あの醤油もちょっと独特じゃない？ちょっと甘っぽい。あの北見の支局長情報最高かよ。どういうのやったっけ。そば、釧路のそば、竹楼園。竹楼園、竹楼園最高だわ。うまかった。だって蕎麦、寿司蕎麦、寿司蕎麦。でマジで蕎麦寿司、蕎麦寿司蕎麦寿司、蕎麦寿司。ちょっとここすごいやんだけど、うん、これ撮って写真を。撮ってく人おるよね、うん、かわいい。こんなんテンション上がるの、ちっちゃい子ら。喜んでいくじゃん。喜んでいける。今日嫌だって言うなんで行きたくないって。
うさぎよ、うさぎでっかねが山陽区におるよね。うんうん、これこれにしない。ああ、そうすっちゃ。これうんうん。で、コーラ。はい。いきます。このまま行って。うん。うまい。やっぱうまいわ。うまい。これ食べればいい。どうせならこれ食べたいよね。じゃあこのままいけよ。これじゃなくてね、うん、これやろ。いただきます。うまい。あっちキャンピングカー専用ね。もういいな。止める？止めるか。うん。今風でひっくり返った。寒じゃないじゃん。寒じゃない。暑じゃないじゃん。暑くはないもん。これか。これね、全部これで予約ないと。これ。電話とかスムーズに一切考えられないね、うん。今みんながね。で行ける時に行って、うん、いや、でもそうだな。ほって。そっからまだ日高の方に行ってもいいかもしれないが、帰らないなってしまうもん。あ、そうですよ。こったら帯広行って豚丼食べて、ノーザンホース行って、こって日高の方を降りてきて、うん、まだ上上がんなら上上がるんですか、うん、天気予報見てずっと天気あれが、それで行こう。分かった。で、お日様が降りて、うん、で、うん、そうっすよ。トコイクじゃなくてノーザンホース、うん、開けてそうしましょう。はい。
来たわ。あ、来た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 。ほらね。これが緩んどったんやっちゃう。だったら、直せるの。どうぞ。ほら、固まった、固まった。ちょ、これ、買われた人。こうなればこうですよって。そうそうそう。ここ。ここのネジと、この六角ね。この六角と、ここの六角をちょっと締めてやったら強くなると。硬くなると。でね、もうちょっと締めとくちゃ。あんま締めすぎてもね。よし、オッケーオッケー。オッケーだじゃん。まや。よし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 。で、で、こうすると。で、ネジ。4つのネジを締めると。OK。動く？あ、動いた。で、あ、硬いね。いいね、ほら。ここが、やこくなったら、さっきのところを締めると。フラフラなったらね。OK。オッケーオッケー。復活。ちょっとこれ掃除しとくちゃ。トラックエンジンかかっとったけど意外にうるさなかったよ。なかったね。あの、そう。あ、やっぱりキャンパー上で分かりますね。上のちょっとポコッとしたやつでね。一瞬分かんなかったんだけど、バッシングして上に荷物いっぱい乗ったから、あー、これですよ。クマ、クマなかった。クマ。あ、そう、そう、びっくりした。すごいキリしました。そう、あの、木道ですね。おーい、みたいな。そうそう、木道でたまたまいたんだよね。でしょ、年齢のことを考えて買ってたんですよ。こっちじゃん。こっちか。